はい、今日はね、ロミックス G8 の、私の設定についてお話ししていきたいと思います。まあ、視聴者さんからね、私の色味がちょっと、いいな、ということで、まあ、どんな設定にしているかお話ししていきたいのと、まあ、G8 と、今撮っているその GH5S の基本的な設定っていうのは合わせてます。まあ、私自身がそのお客様の撮影に使うときに、まあ、ある程度自分好みの設定にしているので、まあ、それの、まあ、設定方法ですね。で、まあ、カメラ側ではそういう設定はしているんですけど、まあ、編集の中でも、まあ、自分好みの色になるように、で、特にG8 はログ撮影ができないので、まあ、色味をね、わざと落としてですね、後から色を乗せるっていう形をとっています。で、今回はその、もうこの G8 のカメラの設定のところだけを、まあ今回お伝えしていきたいと思います。はい。それではね、画面を見ながら説明していきたいと思います。まずですね、G8 のメニューのところから、はい。フォトスタイルのところですね。フォトスタイルを、まあ私は、まあ通常はね、初期設定で言うと多分スタンダードだと思うんですけど、まあこちらを、ナチュラルにしています。で、ナチュラルの中で、コントラストをマイナス3、シャープネスをマイナス2、で、ノイズリダクションを、これプラマイ0ですね。で、サイドの部分をマイナス5と。いう形にしています。はい。で、続いて、はい。ハイライトシャドウのところなんですけど、こちらを開くと、まあ多分通常はスタンダードになってるかと思うんですけど、こちらをコントラストを下げるという設定にしています。こちらですね。はい。あとはですね、ホワイトバランスの部分を、触っていまして、まあ、通常はね、オートだとかだとは思うんですけど、まあ、私の場合は、カスタムのところで色温度を 4800K に、しています。こちらを選んでいただいて、まあ、上下でね、調節することができるので、はい、こちらを見ていただいて、4800K の設定にすると。で、こちら決定という形でお願いします。まあ、私の設定はね、以上になりますね。それ以外に関しては、基本的には、フル HD の、まあ私は速い動きを、結構撮るので、まあ 60p で撮っています。60p で撮って、まあ早回しだとか、まあスロー再生だとか、まあそういった形で映像制作をしています。まあ、細かい点でね、言いますと、極力ね、ISO 感度は、低めにしていますね。で、シャッタースピードも、基本はまあ 60p なので、まあ60から、まあ60ぐらいで大体抑えてますかね、にしています。はい、ということで、まあまずね、G8 の設定は以上になりますね。フォトスタイルを、ナチュラルにして、そこの部分でちょっとこう調整をしているっていう点と、ハイライトシャドウの部分を調節しているのと、まあ、ホワイトバランス
を、4800Kにしているというところになります。でこれをベースに、撮影をして、まあ、イメージとしてはちょっとねこの暖色が結構強めなのかなというところですね。で、まあ、私のね撮影は結構そのお店だとかが多いので木目が際立つというか、まあそういった部分と、あとはこの柔らかいイメージになるっていうところが、まあ私のねお気に入りのポイントですねになります。まあなのでね私のこの色味に関して、まあ真似したいなっていう方であれば、今回のね設定をおすすめしたいと思います。で最初にもね言いましたけど、この後にファイナルカットで、編集をしているので、まあ、それはねまたちょっとね設定がなかなか難しい部分もあるので、まあ、そこはまた時期を見てお伝えできたらなと思います。まあ多分ですねその編集ソフトの中で色調整はできると思いますし、ちょっとねこのさらに柔らかいイメージにするっていうところは調節でいくらでもなるかと思うんですけど、まあ私はねちょっとあるそのフリーの、ツールを使ってですね一旦そのツールを落として、でそこで調節して自分好みの設定を準備してるんですよね。準備しててそれをもう入れ込むことによって、いつでもその私好みの設定になるようにしています。ということでね、今回は、ルミックス G8 の、まあ、私好みの設定ということでお伝えさせていただきました。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやっていますので、よかったらフォローしてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。